残高報告書あの確認お願いします。お金使う？1億円以上分ぐらい。最近雑魚キャラになってるのが悩みのリリーです。なんでその挨拶？ちょっと最近は悩みなんですよ。なんか雑魚キャラになってる気がして、ちょっとそれが悩みですね。確かにそうですね。思い当たる節ありますか？あります。この前のあのドバに行った時も。そうなんですよ。マジ編集の伊藤くん絶対。絶対私を雑魚キャラにしようとしてる気がするんですよ。そうね、聞いてますか、伊藤くん。今日の企画なんですけど、まあ、私最近ちょっとジム、労務系とか経理とかやってるんですよ、はい、でそれでオレオレ詐欺に引っかかって1億振り込んじゃいまして、好き好きすっていうのはまあ嘘なんですけど、振り込んだっていうのをまあ社長にバレたらどうなるのかっていう、こういうこれまあ銀行残高報告書、偽のですよ、はい、偽のこんな銀行残高報告書っていうのを作って、はい、月末に確認するやつ。そうです、月末に確認するやつ。前月よりも1億減ってる、はい、普通そんなにガクンって減ることってないんですよ。まあいろいろまああってもそんなよっぽどないんですけど、不自然に1億ガクって減ってるね、偽の残高報告書を、はい、まあ社長に確認してもらうんで、はい、まあ、そしたら多分うんってなるじゃないですか。そうですね。でそれでまあいろいろ問い詰めたら、私が間違ってオレオレ詐欺に振り込んだっていう。アホですよね。しかも無断ですからね、はい、社長の。そうそうですよ。私がもうまあちょっと巧みなテクニックでやられたっていうことにしといて、そうですね、詐欺師の振り込んじゃったら、まあ、社長ブチギレるんか。あー気になりますね、そこ。そう、さすがに1億ってちょっとやばいじゃないですか、こんなコロナの時期やし。さすがにやらかしたらやばすぎる失敗なんですけど、はい、まあ、社長ブチギレるんかどうかって感じですね。では社長を騙しに行ってきます。はい。今社長が一人なんですよ。今ちょっと上の物で、これを例の物を社長に提出します。はい、です。あ、お疲れ。え、戻った。あ、ちょっと、はい、下に下で打ち合わせしてて。嘘。はい。あ、誰かおるした。いや、いないですね。職人がちょっと練習してますね、試験の。はい。もう早く帰り。はい、もうすぐ帰ります。うん、気をつけて。はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。これ、残高報告書、あの確認お願いします。おお、本当よね。はい。あ、ちょっと、今回初めてだ、作ったの。あ、そうなんです。はい、初めて作りました。はい。あ、作った。あ、いや、ちゃんとまた見ていくわ。はい、お願いします。出ますね。あの、ちゃんにも確認してもらったんで。見しまった？はい。え？請求書かな？先月の月末の請求書。時間大丈夫？あ、はい、大丈夫です、まだ。いや、1億以上現金。これ請求書、はい。これはそんなに売り上げがあったでしょ。あれ月末のあの売上報告書も送ってるよね。あ、はい、送ってます。送ってね、見て。はい。そんな11月悪くなかったでしょ。そう
そうですね、多分請求が結構高かった気がします、今月は。あ、下請けかな。はい、月間の売り上げに結構あるかな。確かに。はい、あ、全然です。これ何、通帳残高。あ、そうです。一回通帳 見て、全部何、に確認しまったの。あ、そうです。私が売って、にも、一通り見てもらって、一緒に確認して、間違いなかったです。だって1億も減るとおかしいでしょ。今月なんか、先月か、請求が結構高かったかなと思ったんですけど。請求が高かった。請求者。はい。なんか1億ぐらいの請求書来てたんですよ。多分それのせいかもしれない。これ何？なんか工事費って書いてたんですけど、なんか足場班の取ってきた超大型かなって思うんですけど。これ振り込んだ。はい。足何これ？足場で？あー、なんかあれじゃあ来た。いや、特に誰の現場とか担当は正直分かんなかったんですけど、電話電話何も手当かけとった。そうですね、言ってましたね。あ、これ払っていいの。払っといていいよって、っ請求書通りでいいよって。やばいな、あ、芝さん、芝さんちょっと一応なんでしょ。どこ見たことないでしょ。そうですね、なんか確かにずっと見たことなかったんで、うん、新規のその職人さんかなって思って、うん、そう、最近その業者登録も頼まれたんで、業者登録も見事にして。この業者登録表もある。あ、はい、ありますね。申請出てる。はい、向こうから連絡来て、その必要事項を書いてもらったんで、登録するための、うん、でそれで登録もして、でそれで社長聞いてる。あ、そうです。はい、どこに登録があるんですか。ちょっと待っといて。業者登録カードちょっと見せて持ってきて。はい、電話番号ある。電話番号も取って取ってますね。電話番号。ちゅう、手の足が腫れてた。あ、全然いいよって言ってたんで。確認しろ。はい、してるはずです。はずって何？本当は確認しないじゃん。さ、まあ、正直ちょっと経理の方は担当が私じゃないんで、ただこれをまとめたのは私なんですけど。まあ、今月からだもんな。一応こういうのは確認した方がいいね。はい。まあ、とりあえず、まあ、とりあえずあれや、ちょっと一回ドバイ行ってみるわ。はい。いや、マジ？超おかしいな。なんかちょっとたまにおかしいとかさ。まあ、絶対、はい、まあ、あるんだよ。たまに本当詐欺みたいなさ、はい、請求書とか勝手に来て、まあ、供給者もそうでしょ、はい、全部確認してるでしょ、はい、あれだけちょっと本当気をつけて。はい、ね、まあ、ちょっとドア見てくる。まあ、待ってってきても、これだけか取ってくる。はい、いや、ちょっと、これは振り込みミスじゃない。あー、社長どこ行ったんですか。ドバに行って寺道さんに確認してみるって。え、全然ブチ切れなかったんですけど。え、マジですか。なんだろう、マジで全然切れんくって結構落ち着いた、ね、事実確認とかをすごいなんかしっかり、はい、寺道さんにもなんか
ほんまにやってるのかなとかって言って何回も電話したり、え、まあ、こういうのは高額がちゃんと確認しなきゃダメだよみたいな、はい、てかやばいですね、確認、やばいっすよ。寺道さんでもめっちゃ鬼電してましたもん。え、マジですか。でもめっちゃ言いづらくて、なんかドッキリでしたみたいな、はい、あ、社長お、あ、はい、お疲れ様です、うんうん、1億なんですけど、あの報告書、何でしたっけ、残高報告書、あれ、あの、偽物ですね。そういうこと。あの、今、カメラあるんですけど、はい、ビデオ通話しますか。おーい、そうなんですよ。いや、なんか、いや、ぶち切れるかなと思って、で、ぶち切れたら、杉門来てねって言ってたんですけど、はい、なんか、思ったよりなんかブチ切れなくて、言うタイミングがなくなって出るタイミングもなくてみたいな。まあ会社のお金1億なくなってたら社長はどんな反応するんかっていう。いや俺絶対なんか振り込み間違いかなんかなのかなって思ったけど、ああ、こうやって振り込みなんか月末に振り込んどるじゃんみたいな。はい、月末に振り込んで1週間何も言ってこんってことはやべえなってことは、ちょっとぶち切れ。あ帰ってきた、帰ってきた、おんにちは。こんにちは。わあ。焦ってるわ、ちょっとだよ。でもドバ向かってたんですか、本当に。ドバ向かってたんですか。何？ドバ向かってた。すごい。ドバ向かうだろ。1億だぞお前。お前から給料30万ぐらい引いといたろうか。30万いい。いや、やめてください。30万いいか。ナイス。まあ、あの、あるんで1億はちゃんと。こんな性格。あ、でもちょっと軽い細くなったね、前さっき聞いた時より。ちょっと今思った。何これを言ったんですか、ちょっとジミー泣きそうだと思っちゃったじゃん。いや、なんか切れるかなと思ったんですよ。そうですね、さすがに僕らも切れるかな。ジミーやったばっかだもんな。あー、あれもらったのサッカー。申し訳ないです。お前に切れてるってこんな感じ。ちょ難しいんだってお前。1億はちょっとやばいわ。やりすぎました、逆に大げさすぎ、やりすぎました。あ、100万ぐらいにしてよかったっすかね。もういや、ほっぺ宇宙で言うしたけど、いや、しないです、しないです。なんか、されますよ、なんかされてる。こっちに来ないですか、こっちに来ないですか。割とリアルに数字してません。割とリアルに数字してません。じゃあ1億はリアルじゃないでしょ。びっくりした、こんなに少ないかと思って。それも、いや、もう、ゼニゲバって言われるけど、しましたね。ゼニゲバ、ゼニゲバ言われるけど、まあ、それはな、金1億も減っとるわ。月間売り上げは6000万だもんね、ないだと施工があるわけでしょ。はい、はい、そうです。平均6000万なのに、1億減ったらおかしいじゃん。いや、1億ぐらいシーンって気づかないじゃないですか、社長。いやー、分かると思うよ。ちょっと1億でも胃が痛い。こいつら絶対ミスったなと思って。しかも、まあ、はい、ね、まあ、いろいろあって、はい、リリーちゃんとレイミちゃんね、はい、2人が事務所に入って2ヶ月近く経つと思います。はい、で、いろいろ今引き継ぎとかやって、そうですね、まあ、これから本格的に、まあ、事務所やりながら、はい、まあ、動画ね、今だって勉強中だよね、もういろんなことやって。そうですね、もうマジ知らんことばっかなんで。そうそう、本当に最中だから、まあ、はい、ミスは起こるのはまあしょうがないって見とんの俺も。はい。カメラ持て、カメラマンだ、死ぬ気で持てよ、血を戻って。カメラを持て、死ぬ気で。持ってますよ。やろう。そうだろう、カメラマン。どんだけ投げられても、結構まあまあズボッと入ってもな。溝目入ってました。一発見たかったっすね。じゃあ、はい、うざんぞ、リリ。すいません。20やったら好きになっちゃうぞ。まあ、面白い動画作るためじゃないですか。それじゃ会社のためですよ、これは。私は好きになっちゃうぞ。もう、さすがだ、女優だよ。はい、まあ、では、なんか思ったよりブチ切れてくれなかったんで、まあ、結構いろいろ社員のことを考えてる社長ですね。そうですね、はい、切れてえよ。あんな1億食われたら。
まあ普通そうですよね、まあ、僕も1億なんかなってたら分かりますよ。そんなにいいこと言ってくれたじゃん、はい、いいこと言ってくれたら俺言ってたことこれだよ。そうなんです、まあ、今回まあ1億まああったんで実際、はい、まあその1億であのちょっとボーナスという形で。それらそうだ、特にそのコロナの時期に1億なくなったっていうのは絶対ブチ切れるという確信があったんですよ。会社潰れるね1億なくなった。でも、ね、意外と冷静な感じで、いやまあ冷静じゃなくて結構もう内心やべえみたいな、うん、そう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 、もう男性社員がそれあれ持ってきたらボコボコに殴った。あーよかったっすね。いるでお前振り込めこれパーって殴ってた。それぐらいされたか取れ高あったからそれぐらいされたかなとか。あーそういうこと。逆に言うてだって、まあ、リリーちゃん経理じゃないじゃん、一応労務的な、まあ、給料計算とか、ですね、はい、まあ、ボーナス関係はちょっと、まあ、その数字は触るかもしれない、はい、数字は触るけど経理はレイミちゃんと、まあ、今おるじゃんまだね、はい、社員も多いしなんであれですけど、嬉しそうでしょ。いや、引っかかってくれてよかったなっていう。引っかかってねえじゃん。いやブチ切れてないから、ブチ切れも目的なんで。そうですね、まだまだちょっと足らなかったですね、私たちのデリが。じゃあテイク2行こうか。テイク2テイク2やります。でもこのままですよ、社長のいい印象のまま終わります。俺テイク2も得意だよ。じゃあ皆さん、あの宣伝ね、まあ宣伝じゃないけど、またちょっと本当今日も俺それ打ち合わせあってさ、はいはい、まあ、ちょうどあの求人道場と、はい、求人道場で建設会社さんと求職者、はい、でそれ皆さんぜひ登録して、まあ、今百何十社求人もかけてくれてるし、今もう登録数は300ぐらいなんで、今度企業情報も見れるように今アップデートかけてる、うん、でそれと、まあ、外壁塗装と一般のお客様のマッチングで、これももう普通のマッチング会社は 10%15% って平均で取ってるけど、まあ、うちはもう限りなくゼロに近い感じにして、その代わりこっちはなんか間に入ってなんかいろいろしませんよ、うん、そういうプラットフォームだけを作りますよっていうことを、まあ念頭に、まあ一応動いてますんで、はい、ぜひ登録。だって求人でもこんな無料で出せる記事なんかありえんでしょ。ないですね、うん、めちゃくちゃ高いですよね。そりゃそうでしょ、はい、だけど俺はビジネスメインで儲かっとるし、まあ、YouTube っていうことをやってるから宣伝が0円っていうのが強い、やっぱ企業がある程度名前が知ってくれてますもんね。そうそうそう、うん、だからこれはやっぱ強いんで、まあ、ぜひ皆さん登録の方よろしくお願いします。お願いします。また